クマラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、スミスの ARHD ミノ 58S になります。はい、ですね、これはシンキングのミノと、それからスピナーのね、ブレードを組み合わせたっていう、そういった形のコンビネーションルアーになります。で、この形っていうのはね、昔から外国でもよく見られてまして、一番代表的なのはブルーフォックスあたりですね、が、好んでね、こういったルアーを出してました。で、これはね、何がすごいのか、なぜこの組み合わせをしたのかっていうのを今からね、ちょっとね、私なりにここで説明させていただこうと思ってます。で、まずね、このスピナーっていうルアーですね、このブレードがあって、スピナーっていうルアーはちょっとね、ブラックバスしかやってない方はご存知じゃない方もいるかもしれません。で、昔からね、ブラックバスをやってらっしゃる方、そうですね、30年、40年ぐらい前からブラックバスをやってる方っていうのはもちろんね、分かってらっしゃるかとは思いますし、トラウト系のね、渓流釣りやってる方っていうのはもちろんご存知のルアーなんですけど、そのスピナーっていうルアーの特性っていうのは浮き上がりなんですね。もともとスピナーっていうのはこれ、よく言われてるのが水生昆虫、もしくは昆虫をね、モチーフにしたルアーっていうことをやられてまして、元祖ね、虫系ルアーなんてね、いう言い方をされる方もいらっしゃいます。で、特徴としてですね、前でブレードが回るんで、それによって浮き上がる力を得られるんで、動かすと基本的には浮き上がってくるルアーなんです。で、それに対してシンキングミノですから、もちろん沈みますよね。でも魚のシルエットってのは出てます。で、シンキングルアーの特徴としては、まずね、これは任意のレンジを選べるってことなんですね。で、もう一つが、これ欠点の方なんですけど、シンキングっていうのは動きが出にくいんです。で、これはね、私のこのチャンネルの動画でね、何回かは説明してると思うんですけど、ルアーの動きっていうのを作る要素として3つありまして、ボディ形状、それからリップの有無、だからもう一つが浮力なんですね。で、その3要素のうちの一つ、浮力をなくしてるんで、どうしてもね、動きが出にくいっていうのがシンキング系のルアーの特性なんですね。ですんでね、私が、そうですね、インフルエンサーをやらせていただいている TGF さんなんかのね、メタルジグでね、動きを出すっていうのは本当にすごいことなんですよ。これはもうボディ形状でしか動き出せないんでですね、それによって動きを再現するっていうのは非常に難しいことなんですね。ですんでね、このルアーの説明に戻しますと、その動きの悪いシンキングのミノをつけてる。でも形状、つまりトラウト系っていうのはすごく目がいいんで、形状は見せたい。でもアピールが動きが少ないんで少ない。っていうことは、それにプラスアルファでアピールをすればよりよく釣れるんじゃないかなってことで、このスピナーのね、ブレードの回転という要素をもう一つ持ってきて、実にね、合理的な考えで作られたのがこのスピナープラスシンキングミノーのこのコンビネーションルアーだと私は勝手に思ってます。これおそらく、そうですね、専門の方に聞いても近しいような答えを得られるんじゃないかと私は確信してます。ですんでね、このルアー非常にね、渓流用としても優秀ですけど、これスピニングでしか投げられない重さなんですけど、5グラムぐらいしかないんでですね、これバス用に転化しても全然使えるルアーなんですね。特に夏場の魚が早朝ですね、魚が上ずったような状況、それから春先の水面を意識するような状況では、このルアーっていうのはバス釣りでも抜群の力を発揮すると思います。そしてサイズもね、そんなに大きくないサイズですんで、場所を選ばないんで、こういうルアーもね、バス釣りのお供として、使ってみてはいかがでしょう。今現在ね、ルアーっていうのは魚種、それから使う場所によって細分化されつつあります。特にね、ソルトでもそうですし、フィッシュウォーター、つまり、バスとかトラウトとかでもそうなんです。でもですね、私が子供の頃っていうのはそこまでルアーっていうのは種類もなかったし、細分化されてないんですね。で、そういった意味でね、
この何でも使えるっていう、どんな業種でもある程度はめられるっていうルアーはですね、ある意味ルアーの原点に近い考え方で作られたルアーだと思いますんでね、このルアー、あまりねお目にかかる機会はないかとは思います。私もねこのルアー以外は見たことがないんで、そうそう中古で見かけることはないかと思いますけど、もし見かけましたらね、使ってみてはいかがでしょう。おそらくね、飛距離の問題を除けばソロとでも使えないことないと思いますんで、ぜひぜひね、見かけた場合は手に取って一行してみてください。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。